はい、この消費税の箇所に限ってはですね、まあ、少なくとも自民党のマニフェストの記述は自民党として何をどうしようとしているかと、賛否は別としてそれは分かると思うんですね。ところがこの民主党マニフェストの方は要するに書いてあることはその超党派で消費税に関する協議を開始しますということであって、その菅さんがどういうことをやろうとしているのか、あるいはそのやりたいと思っているのかということは全く書かれてないわけです。ですから先ほどからの議論でいうと、例えば菅さん自身がいや、やっぱり消費税 10% 必要だと、まあ何のために 10% 必要だというまさにその目的の部分が先にあってですね、でそれを実現するために超党派の協議を呼びかけると言うんだったら分かるんですけど、この単なるこう手段でしかない超党派の協議を開始するっていう話をマニフェストっていうのはやっぱり非常にまあキーな感じがしますよね。で本当はやっぱりやりたいことはこういうことだと、あるいはこの政権は何のためにあるのかっていうことを書くのはマニフェストだと思いますので、その目的が全くないのはこれやっぱりちょっとおかしい。で私はやっぱり推測すれば非常にやっぱりその政治技術の方に走っちゃったなっていうテクニックにですね、つまり超党派で、まあ、要するに自民党が言ってることに乗っかっておけば少なくともその消費税のことを言ったから叩かれることもないし、消費税から逃げたと言われることもないという非常にそのリスクを避ける、まあ、戦術としてはこれもしかしたらしたたかなのかもしれないんだけど、やっぱりマニフェスト論から言うと非常にまあ反アンチマニフェスト的な手法を取ったなと。それからやっぱりそのこれまさに普天間方式っておっしゃったらもう言い得て妙だと思うんですけど、これやっぱ鳩山さんと同じ構図としては同じ全く構図ですよね。つまり党のマニフェストでは衆院選のマニフェストの時も普天間とか国外県外ってことは書いてなかった。ところが党首が選挙戦の中で自らの公式発言として国外県外と言ってしまったと。でそれはその果たしてマニフェストっていうのはどこからどこまでなのかみたいな議論もまああり得るわけですね。そのやっぱり後からしっかりその誰でも検証できるようにするためにはきちんと政党のパンフレットで紙に書いて文書で出すと、これ公職選挙法の文書ですからきちんとペーパーで出すっていうのは基本だと思うんですけど、しかし党首がやっぱり公式に言ってしまえばですね、それはやっぱりなかったことにはできないし、まあ事実上マニフェストと同じ重みを持つという議論にもなり得ると思うんですけど、やっぱりそれは本来やっぱりそういうことについては慎重でなければならない。つまりマニフェストは党の機関決定しているものですけど、あの鳩山発言というのは結局最後までその民主党の方針なのか鳩山さんの方針なのか曖昧なままだったんですね。でしかも結局その民主党マニフェストいろんなこと書いてあったけど、鳩山総理の本当のこだわりって何なのかってなった時に、結局ネガティブな意味だけども鳩山さんというのは普天間だってことになっちゃったわけですよね。でその結果あれは鳩山さんの話だからっていうことで、なんとなくみんなこう民主党の他の人たちもこう任せちゃうっていうか助けないっていうか、でそのことがまあ政権の命取りになったわけですよね。でこの菅さんの話もまあ超党派の協議っていうマニフェストが首をかしげるのもさることながら、まあ、毎日なんか記者会見でその 10% 自民党は参考にとか、いやその年金医療介護で予算相続にもう書いてあるけど足りない分10兆円ぐらいだからこれちょうどいいんだとか、なんかどん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 その党首の発言が先走っちゃって、それが公約なのか公約じゃないのかみたいな話になってるのは、これ全く鳩山普天間と同じ構図だってことはこれ指摘しておかなければならないことで、これやっぱり後々私はやっぱり非常に菅さんにとっては重荷になってくる話じゃないかと思います。この手法自体がですね。